や幻だと思います。僕今セキュリティでカメラ見てるんで。この人も考えても貨物からミーティングはいかんわな。お願いします。かわいい。何も知らなそう。あ、もう無理。紙。ダウンロードの方が良かったな。はい、おまおじ、おまおじがキッチン展望の間、まあ展望デッキの中かな、配線タスクの前ぐらいで死んでます。あら、工藤サッカー、あとラウンジの扉をバンバンやってる人無理だな。腰っすね、それゲンオラも無理だと思う。はい、え、だ誰ですか。ゲンさんとオラ服も無理。あ、違うバンバンしてる人誰ですか。最後にバンバンしたのは私です。あ、じゃあゲンさん、ゲンオラ。エンジンからさ、コミューの通路走ってコックピットにいた人誰ですか。はい、僕です。僕はエンジン端脇、エンジン配線、コックピット、リングフィット戻った時にメアさんがあのダウンロードタスクやってて、それをままエンジン宿舎金庫の着替えで終わり。武器です。メアさんしかやってない。慎太郎の位置聞きたいんだけど、ラウンジで見た記憶があって、貨物かあたりで。ラウンジ僕最終日ミーティングです。最後ミーティングいるよ、慎太郎。慎太郎ってどこ脇だっけ。あの、貨物から何もタスクせずミーティング直行ルート。ああ、そうだね、やっぱり。貨物ラウンジアーカイブシャワーメインエンジン宿舎ミーティング。あ、聞きとったらガンダとかしないと無理かなと思ってたけど。それはそれで怪しい。あ、でもまあ、ミーティングにはいる。うん。ミーティングいるんだったら難しそう、天候の切りは。いや、まあまあいいか。じゃあ、和京さんって多分金庫から来ましたよね。切ってからミーティングは。可能ではないですか。一応ね、僕貨物からミーティング行く道中で宿舎で武雄さんと合流して今一緒にミーティングにいるっていう状態。え、鬼木はどういう動きしてんの。宿舎脇金庫。あ、鬼木人外です。鬼木キッチン脇なんで。えいないですけど。鬼木はキッチン脇で右にダッシュしてるのを見てるんで。 あと現です、慎太郎さんってそのルートだと多分他の右組にも見られそうな気が。あ、僕見てます。んだけど、シャワーで見てます。いたんだ。そうなんだ。多分キッチン脇で展望から弁当で金庫行ってミーティング行ってんじゃないかな、鬼木。いや、今回そもそも停電起こってないじゃん。サボも起こってないでしょ。はい、うん、だからめちゃくちゃ時間は空いてるから、だからミーティングに陣外固まってるからサボ鳴らさなかったのかなとはちょっと思いますけど。そうなの。これアーカイブにずっと言ってたけど、慎太郎君みたいな上直してる時にどうなんかな。あ、僕は見て、キッチンでは巻いてないんで完全に見間違いだと思うけど、めっちゃ見間違いだと思うけど、武雄さんからこれ胸張り理論来る。いや、胸張れるよ俺も。完全におにぎりがそこ右のおまおじと俺はキッチンでやってるじゃないですか。なんかおにぎりはミーティング行くのってエレキメインエンジンミーティングだと思ったけど、宿舎は気はさすがに。ごめん、宿舎で湧いてるよ、宿舎。嘘すぎる。うーん。おお、強いな。そして、うん。慎太郎。じゃあ慎太郎まで言っとく？まだ人間っぽさあるけどな。どういう権威？僕って。トータスさん目線はだって慎太郎とすれ違ってないってことだよね。でも俺ね、俺がすれ違ってないと、俺全然アーカイブで本タスクやってるから、上行ってる間に下抜けるは全然あるから、そんなにそんなに、ね、そうラウンジに方から抜けてってるのは間違いないと思うから、うん、そう、カノーラから死人があるから慎太郎さん右は本っぽい、うん、え、プテはさ合ってないの、慎太郎に合ってない。でも僕はね、合わなくても変じゃないと。すでにミーティングに到達してるんだったら僕金庫入って終わりだから。
え、だってさ、貨物ラウンジアーカイブシャワー、エンジン塗るという、例えばエンジン単話機、コックピットのタスクだけやってエンジン戻ってんでしょ？エンジン配線、コックピット、リングフィットですね。配線か。配線か。まあ、謎ガンダがあったんや。なんか、ボタンを押したい日ってないですか？いや、直行で。多分でも、ミーティングにはいるんだろうなって思ってるよ、慎太郎はね。本当にね。まあ、鬼木が白正面のために行ってそうではあるもんな。うん、本当にいるんだろうなっていう。むしろ竹雄さんはその慎太郎にミーティングの場所見られちゃったから、なんか一偽装できなくてミーティングって言うしかなかったのかなと。あ、そうそう、竹雄さんをインポスターで置くんだったらさ、なんか僕が貨物脇って話になった時に竹雄さんが、うん、慎太郎貨物脇なのって言って反応だったじゃん。確かにね。だから別に竹心二郎とかだったらさ、そのやり取りしなくてよくない？うん、まあ、確かに。そういう説も、まあ、一旦置きか。分かる、お前何してくれてんねんっていう感の お前何してくれてんねん。結構ね、結構長かったしね。うん、いや、鬼木でいいと思うけどね。脇が早いからずるいな、あれちょっと。確かに俺湧いた瞬間に鬼木が右にスッて言ったけど、鬼木早って思ったから。覚えてんだよな。早すぎて。これ実際さ、慎太郎ってマットメットっぽいの、人外だった場合って。マットじゃないね。まあ、さっき鬼木に投票してないの誰だっけ？はい、どうだす。2票だけだっけ、スキップ。いや、3票。3票ありました。竹尾さんと。ああ、出ないんだ、ね。出ないなら、トータスさん。うん？人外でしょ。いやいや、違うよ。あのタイミングあれだけでズルンやと思ってしまった、俺。ズルでしょ。まあ、だいぶ対抗だった。対抗してんだけど。レンタロー、人外なくね？インポスターぐらいじゃない？わからん。まあ、あってインポスターだとは思うけど、だったらオラフ君切りそうなもんだけどね。でっけん。うわー、おー、白いボタン。白やん。白い。白っぽいな。あらあら。誰が言ってんだ、これ。自動票か。いやいやいや、これ2票入れてるやん、自分で。こうボタンいきます。めんどくさいんで。下行くのめんどくさくなっちゃったんで、ボタンいきます。やめてあげて。こんなん工藤さん白やん絶対。いやクソぼよ。え？最後左から4番目と5番目で停電直り。ああ。正解。正解。トスクできてね。魚が倒しました、正解です。あ。なんで笑ってるのか。なんで笑ってんだろうな、確かに。不動明。慎太郎くんです。
たい、宿舎通路のところ、図書館にあります。あ、本当に僕ですか？はい、2人持って行ってました。いや、幻だと思います。僕今、セキュリティでカメラ見てるんで。で、あの、カメラ光ってて、あの、エンジンルーム今、プテさんが横切ってるから。カメラ光ってたよね。アーカイブから昇降機右です。はい。人外ら、この人も。考えても、貨物からミーティングはいかんわな。あ、マットもいますと。あ、見えてなかったんや。え、あ、見えてなかった。うん。アーカイブで湧いて即ペンタ入ったけど。ああ。おもろすぎだろ。おもろすぎて。綺麗に。なんか今日現行犯多いですね。サクサクいくね。全部の試合現行犯しますよ、これ。